平野市要も絶賛。中西康氏の感動の名曲、最後の雨が新たな世代にも愛される。音楽界でのクラシックな名曲の再評価が進む中、歌手の中西康氏61が TBS 系音楽特番、音楽の日2023に生出演し、代表曲、最後の雨を披露しました。 この曲は1992年にリリースされ、別れを切り出した恋人への未練を雨の情景と共に表現した楽曲です。中西康氏は当時と変わらないハイトーンボイスで熱唱し、その美声にネット上では驚愕の声が広がりました。さらに、このパフォーマンスには平野仕様のファンからも反応がありました。 最後の雨がトレンド入りしたことによりツイッター上では多くのユーザーが中西康氏の歌声に感動を覚えました。若い世代からは中西康氏さんの最後の雨若い歌声が綺麗で前の声と変わらないといった歓喜の声が上がりました。また最後の雨トレンド入り本当にいい曲だというコメントも見られました。 中西康氏の名曲が31年後になって再び注目を浴びることは彼の才能と音楽の持つ力の証です。一方で当時を知らないユーザーからは最後の雨、すみません初めて聞いたんですけどめちゃめちゃ心に染みました。といった好意的な反応も寄せられました。 これは中西康氏の音楽が年代を超えて人々の心に響く力を持っていることを示しています。音楽は時代を超えて人々をつなぐ力を持っており、その証拠に最後の雨が新たなファン層にも支持されていることがわかります。中西康氏とは別のシンガーソングライター、中西慶蔵も同じ時期に活躍しており、ネット上では二人を混同する投稿も見られました。 しかし、親切なユーザーが、未だに中西康史さんと中西慶蔵さんを間違えている人いるんだなぁ。中西康史さんは最後の雨を歌ったメガネをかけている人。中西慶蔵さんは通ヤエグザイルが歌ったチューチュートレインを作った人。と解説するツイートを投稿し、混同を解消しました。 中西康史と中西慶蔵は異なるアーティストであり、それぞれの個性が音楽界で評価されています。さらに、最後の雨は滝沢秀明氏率いるグループ、飛べに合流した元、キングプリンスの平野紫耀もカラオケで歌うことを公言しており、彼のファンからも反応がありました。平野紫耀は若手俳優兼歌手であり、その才能が注目されています。 彼が最後の雨をカラオケで歌う様子はファンにとっても楽しみな出来事となるでしょう。中西康氏の名曲が新しい世代のアーティストによって再評価されることは音楽の持つ力と変性を証明するものです。最後の雨が再びトレンド入りしたことで中西康氏の音楽に対する関心が高まりました。 彼の美声や感情を込めた歌唱によって多くの人々が感動を覚え、その名曲の魅力を再発見しました。さらに、平野紫仕様のファンからの反応も注目され、彼の歌唱に対する期待も高まりました。音楽は人々の心を豊かにする力を持ち、世代や年齢を超えて愛され続けることがあります。 中西安氏の最後の雨が再び注目を浴びたことはその典型的な例と言えます。今後も中西安氏や彼の名曲は多くの人々に感動と喜びを届け続けることでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。